ご視聴ありがとうございます。この動画は、1980年代のパソコン事情、8ビット戦争、16ビット戦争を通して、パソコンの歴史を楽しむ動画です。1980年代初め、群雄割拠の中、シャープ、NEC、富士通が台頭。日本のパソコン市場は、三国時代に突入。果たして、どこが天下統一するのか。ということで、天下を狙うなら、市場を知ること、強みと弱みを知ることだったね。今回は、三国志、シャープ、NEC、富士通の強みと弱みについて案内します。まずは、シャープ。シャープは、電卓、組み立てマイコンなどで、商品を作ってきたから、精密機器が得意なんだ。また、洗濯機やテレビなど家電製品も作っている。だから、個人向けの家電、精密機器を作ることが強みなんだよ。弱みは、家電、精密機器などハードを作ることが得意なんだけど、ソフトは不得意。ソフト？パソコンの場合、ハードである精密機器と、ソフトである OS、アプリケーション、とのバランスが必要なんだよね。OS、アプリケーション？ OS とは、ハードである精密機器をコントロールするプログラムだね。そして、アプリケーションとは、道具かな。道具？パソコンは、ハードである精密機器、ソフトである OS だけでは、何もできないんだ。道具である、アプリケーションがあって、初めて進化を発揮するんだ。アプリケーションにより、ゲームをしたり、数字を計算したり、文章を書いたりできるんだ。パソコンは、アプリケーションにより、様々な道具になるんだ。家電製品や精密機器とは、全く違う発想が必要なんだよ。シャープの弱みは、ソフトである、OS とアプリケーションのノウハウが弱いことだね。次に、富士通。富士通は、法人向けのコンピューターを得意とする会社。その他、大企業向けの大規模コンピューター開発を得意としていたんだ。コンピューターに関するノウハウは、三強の中では一番。しかし、弱みは、法人向け、官公庁や大企業向きの商品のノウハウがあるんだけど、個人向けの、しかも小型コンピュータであるパソコンへは、二の足を踏んでいたんだ。法人向けの方が、売り上げも大きいし、個人向けの、単価の低いパソコンを作ることに積極的ではなかったんだ。そのため、ライバルのシャープや富士通に比べて、後手後手に回ることが多かったんだよね。最後に、NEC。NEC は、法人向けの情報、通信系を得意とする会社なんだ。官庁や大企業へのものづくりを得意としたんだ。特に、日本電信電話公社、現在の NTT との、つながりが深くて、電話交換機や大型コンピューターなども得意としていたんだ。コンピューターのハードやソフトに関する、ノウハウの蓄積もあったんだよ。でも、弱みは、個人向けの家電製品や精密機器のノウハウが弱く、
法人向けコンピューターも、ライバルの富士通より強くはなかった。そして、NEC には会社として代表する、主力商品がなかったんだ。シャープは、家電製品があり、富士通には法人向けコンピューターがある。NEC は、会社を代表する、主力商品がなかったんだ。実は、四面楚歌の状態だったんだよ。そこで、NEC はパソコンを主力商品にしようと考えていた。次回は、1980年初めの、三強の商品戦略を案内するよ。